砥石崩れとは、天文19年9月に、信濃国小佐方郡の砥石城において、甲斐国の戦国大名、武田晴信と、北信濃の戦国大名、村上則清との間で行われた合戦。戦国時代の信濃、甲斐においては、甲斐国で守護、武田信虎による国内統一が達成され、信虎は天文4年9月に信濃国諏訪氏と同盟を結んだ。信虎は信濃では村上則清とも同盟を結ぶと、天文10年5月25日には、武田、諏訪、村上三者の同盟により、信濃作郡、小佐方郡へ侵攻し、雲の平合戦において、重野一族を上野へ追放する。天文10年6月14日には、信虎の嫡男、晴信により信虎は、駿河今川氏のもとへ追放され、晴信が家督を相続する。晴信は、信虎の外交方針を転換し、天文11年には、武田氏、村上氏に断りなく、関東管領、山内上杉氏と和睦氏領地を割譲した、諏訪頼重との同盟を手切れとすると、頼重を滅ぼし信濃諏訪郡を領国化した。晴信はその後も信濃侵攻を本格化させ、信濃守護で、林城主の小笠原長時や信濃国衆、村上則清、関東管領の上杉則政らと敵対する。天文19年7月には、小笠原長時を破って、信濃中南部の大半を制圧した武田晴信は、いよいよ、信濃北部、東部の平定を目指して、同年9月に、北信濃の戦国大名、村上則清の出城である砥石城攻略に乗り出した。晴信は、天文17年の上田原の戦いで、則清に大敗していたこともあり、その復旧を目指しての戦いでもあった。また、この城を落とせば、村上氏の東信濃における防衛線が大きく後退するため、戦略上も戦術上も重要な戦いでもあった。砥石城は、荻ではあったが、東西は崖に囲まれ、攻める箇所はその名の通り砥石のような南西の崖しかないという城であった。砥石城攻めの際の武田軍の兵力は7000人、対する城兵は500名ほどでしかなかった。しかし、城兵500人のうち、半数はかつて天文16年に、晴信によって攻められ、乱暴取りも行われた、志賀城の残党であり、士気は、すこぶる高かった。紅葉軍艦によれば、砥石城に籠城する村上方には、小佐方郡の国衆である、楽願寺忠法、布下甚兵衛がいる。また、村上家伝では、真田幸綱の弟である、矢沢綱よりも村上方に属していたとしている。高城彩記によれば、9月9日、武田軍の足軽大将、横田高松の部隊が、砥石のような崖を登ることで総攻撃が開始された。しかし城兵は崖を登ってくる、武田兵に対して、石を落としたり煮え湯を浴びせたりして、武田軍を撃退した。高城彩記によれば、武田勢は9月開日に攻略を断念し、10月1日に撤退戦を行うと援軍に多大な被害が生じた。勝山記によれば、横田高松はこの合戦において9月1日に戦死したとしている。一方、砥石城攻めが開始されたのは、高城彩記では9月9日と記しているため、問題点が残され、勝山記は月の記述を誤り実際には横田は10月1日の撤退戦において戦死したと考えられている。なお、横田には、子息がなかったため、足軽大将、原虎種の子息である安景を養子に迎えている。紅葉軍艦牧久によれば、信玄の砥石城攻めに乗じて、信濃守護、小笠原長時が、塩尻峠を越えて、諏訪郡へ侵攻した際の備えとして、小山田信有は、武田信繁、穴山信友、日向勢吉が、信濃下諏訪の塩尻口に派遣されたという。なお、甲斐鶴郡の国衆である、出羽守信有は、同年4月から病床にあり、天文21年正月に死去しているため、砥石城攻めの際には参陣していなかったと考えられている。また、日向勢吉は、紅葉軍艦によれば、砥石崩れ以後は、同じ大和守を称し天正10年の武田氏、滅亡時には、信濃国下稲郡大島城を守備している士族の古刀に記述が変わっており、是吉は砥石崩れにおいて戦死したとする説もある。兵力においては圧倒的に優位であった武田軍であったが、堅城である砥石城と城兵の果敢な反撃の前に苦戦した。しかも、武田軍が苦戦している間に、村上の力清は対立していた高梨氏と和睦を結び、自らが2000人の本隊を率いて、葛尾城から小詰めに駆けつけてきたため、武田軍は、砥石城兵と村上軍本隊に挟撃される。戦況不利を判断した晴信は、撤退を決断するが、村上軍の追撃は激しく、この追撃で、武田軍は1000人近い死傷者を出し、晴信自身も影武者を身代わりにして、ようやく窮地を脱するというありさまであったとまで言われている。砥石城の戦いで武田方は大敗し、武田方は横田高松をはじめ郡内衆の小沢式部、渡辺伊豆守らおよそ1000人もの将兵を失った。京都、醍醐寺理政院の僧である源助は、信濃国稲郡南原村の南原山文永寺に滞在しており、現状を年期では、この合戦による武田方の戦死者が5000人に及んだとする噂を記している。砥石城の戦いは、武田信玄の生涯において、上田原の戦いに次ぐ2度目の敗戦として知られ、甲陽軍艦では、この合戦における敗退を、武田や中では、砥石崩れと呼称していたとしている。真田幸綱、高城再起によれば、天文20年5月26日には、武田家臣、信濃先鋒衆の真田幸綱により砥石城は攻略される。真田幸綱は、信濃小佐方郡真田里を本拠とする国衆で、甲陽軍艦によれば、雲の平合戦において、雲の宗綱と共に、上野へ亡命すると、甲斐において、晴信への家督交代後に出仕し、天文16年の三内上杉氏との大台原の戦いにおいて活躍している。高城再起によれば、天文19年の砥石城攻めでは、幸綱は、村上方の羽品郡の国衆である清野氏、寺尾氏に対する調略を行っていたという。高城再起では、天文20年の幸綱による砥石城攻略を、砥石の城真田城取と記しており、調略が用いられたと考えられている。後世の軍記物によれば、真田一族、矢沢氏が幸綱に内通していたとされ、幸綱の弟にあたる矢沢綱頼が内通者であったとも考えられている。天文22年1月に、晴信は、砥石城に在城する小山田虎光に対して、砥石再興のために出陣すると伝えており、幸綱の城取に際しては、修築を必要とする火災など城郭に対する被害もあったと考えられている。高城再起によれば、晴信は同年6月1日に甲斐、若神子まで出陣しているが、この時の本隊の動向は不明。7月2日に晴信は再び出陣している。これに対して、佐久郡の国衆、岩尾大石の岩尾城主、岩尾高麗は若神子まで出仕して、晴信に降伏している。晴信は、砥石城落城後に、佐久郡の城郭を整備し、内山城に、小山田虎光を配置して支配拠点とした。天文22年1月に晴信は砥石再興のために砥石方面に出陣し、この時点で砥石城には内山城を離れた小山田虎光が在城している。同年3月に晴信は深志城に集結すると小笠原氏の諸城を落とし、村上方の国衆も武田方に侵入した。村上の力清は同年4月6日に本拠の葛尾城を放棄して越後国の長尾景虎を頼り亡命した。則清、高梨正頼等の信濃北東部の国人が越後の長尾景虎を頼ったことから武田常備間で信濃北部の川中島4郡をめぐる川中島の戦いへと発展していく。ありがとうございます。